ギオムガリエンヌは、フランス。パリ近郊高級地ヌイージュルセーヌ生まれの俳優、演出家。1991年より、フロラン俳優学校自由クラスで演技を学び、在学中、シャルル・ネメス監督作、パブロ・ドヌールの役を得て、映画初出演。93年には、ニューヨークのスタジオでも研鑽を積む。95年に、フロランを卒業した後、コンセルバトワールに入学し、 ドミニク・バラリエ、ステファン・ヌ・ブロンシュベーグ、ダニエル・メスギッシュといった名手のクラスで演技を学ぶ。在学中から頭角を表し、1995年、メスギッシュ演出によるコメディフランセーズの演目、ラシーヌ作、ミトリガート・デ・アルカスを演じた。1998年に卒業すると同時に、同劇団員になり、メスギッシュ演出、アンドロ・マック、ミトリガート、パリの生活、 テンペスト、シモン・エーヌ演出、女学者、エリック・ビニー演出、女房学校、アンジェセベリン演出、ジューニアなどに次々出演。2005年には513人目の政界委員、ソシエテ・アデラ・コメディ・フランセーズに昇格して、劇団を代表するスターとなった。一方、母親によって女の子のように育てられた経験をもとにした儀曲を劇団以外で上演して、 評判となり、これを、自らの監督、脚本、主演で、不機嫌なままにメルシー。として映画化。これが大評判となり、第39回、セザール賞の10部門でノミネートされ、作品賞、脚色賞、男優賞など5部門で受賞となる快挙を成し遂げた。2016年は、ポール・セザンヌを演じた、主演映画に続いて、トニー賞受賞演出家、イボ・バン・ホーベが、 ルキノ・ビスコンティの地獄に落ちた勇者どもを舞台化するレダネでフリードリヒブルックマンを夏のアビニョン演劇祭で初演後、本家コメディフランセーズで演じる2017年6月にはパリオペラ座の依頼を受けてジョアキーノ・ロッシーニの歌劇ジェネレントラでオペラ演出家としてデビューするありがとうございます